とっても正直な感じがして。なんだかどうでもいいけど、私やられてばっかりじゃない？ね。狙ってんじゃないですか、なんか大技を。うん、ほら、こういうような。おほら、やった。やったぞ。あれ、これはよくやってるんですか、あれ。向きを変えるのは。ドロップキックではないですよね、あんまり。あの、コーナーで向きを変えるっていうか。使ってないです。コーナーで向きを変えてなんか別のことやったりしないですか。一回だけ、なんだっけ。ボディアタック。ボディアタック。ああ、なるほど。確かこの時初めて見たんじゃないかな、今のやつは。僕なんか。何をやろうっつうわけ？エルボーでしょ。じゃこれやったってば、さっき。だから。2回やると返されるっていうね。そうはいかないでしょ。あ、これまずいんだよ。これはいいわ。返せ返せ。カサスケのあれですね。殿下の宝刀ですね。これもっとスピードつけてマルちゃん入れたら、すごくいいわけですよ。すごい、で、スキーこれ。ああ見えてかなり高度な技でしょあれ。もうヘロヘロじゃないよ私。お？あ、ビガルだ。よくビガルが無投げ。ビガル、あ、ありますあのパターン、確かに。投げられた後大の字っていうのはすごいですね。まだ早いんじゃないかな。一発いけ。お客さんがね、ナイアガラ行けって言ってんの、私はもう。あ、なるほどね。前になっちゃった、私は分かんないんだよ。お客さんがナイアガラ行けって。ああ。そうはさせない。うん、今のは、そうはさせるかってやつですか。そう。よく覚えましたね、静倉さん。そうなに？いやいや。そうはさせるか？本当に下から来るね、ドロップキック。まだドロップキックする体力あるんですもん、すごいですよ。でももう分かんなくなっちゃうし、もう。疲れ関係なくなっちゃってるんでしょ。そう、でも元気な返して。よいしょ、よし風、よし。自分の応援してます。覚えてます割と。あ、でもこの辺はもうどうしたらか分かんないっていうのは、うん、だってまさかこんな長くなると思ってなかったから。よいしょ。一言でね、25分って言ったってずっと25分戦い続けたわけですから。もうスケート場ですよ、マリちゃんの汗で。あ、びしょびしょ。ああ滑るのだけは怖いですよね、やっぱね。怖い、怖い。吉田のフィッシャーマンっていうのはどうでしたっけ。あんまり印象ないですけどね、結構なんかやってるのかもしれない。よいしょ。おうわぁ、2分ですか。熱いよ、これ。おぉ、これは。空中で待ってましたね、なんか。空中で周りが落ちた。勢いが強すぎて。美しかった。返されちゃうんだよなぁ、もう。まだ粘る。まだジャッジングある。そうじゃん。思い出すかもしれないよ、それで。いや。だから回した時思い出したの、あ、ジャイアンツスイングがあったと思って、本当に後楽園のお客さん分かってるんですよね、うん、そうそうそう、あれがあるじゃない、これがあるじゃないって次から次へと教えてくれると思う。そうそうだね、そうジャイアンツスイング行けとかね。そう、あ、そういう意味では結構行った方がいいかもしれないね、うん、ファンも、うん、もっと絞れとかさ、あ、そうそうそう、結構効いてるぞとかさ、マジにじゃあもっと絞ってやるかとかさ。あ、思っちゃう、うん、そういう気持ちになっちゃう。1分だよ、どうすんのよ。じゃあ急いでください。熱いと思ったな、この時は。さっきこの残り2分でトペ切ると思ってなかったから。よいしょ。何やるのかな、今度は。だな、ワンちゃん、行く。よし。これは相手が寝てるってことはチャンスですよ。うん、あ、これこれ。行くかな。あ、もう体力残ってない。回す。あ、素晴らしい。結構回してますね、でも。うん、行け行け行け、決めろ決めろ。早く。あ、大技大技。早く。もうないや。よっしゃ、念には念を。ああ、でも素晴らしかった。わずか
1秒2秒ね、そのタイミングを間違えた感じですね。いや惜しい。いやでもずいぶんみっちりしたね30分見せていただいたって感じです。そう言っていただくと救われますよ、これが憎らしかったねあこれも元気って感じ、ほら万歳してるもんでもまあね、今日はしょうがないですね。唯一不満があるとすれば勝利を拾えなかったと、ね、まあ、今のダダックに出てますね、それがいや、お客さん終わって拍手してくれたから、そうですよね、満足してくれた、うん、ある意味じゃその方が価値が高いかもしれない試合終わってからがあちこち痛いんだよ。そうでしょうね、治安的は完全全開。でもこの、ね、吉田のダメージを見たらいかに後半激しかったかということが分かりますね、まあ、最初楽しい部分の方がありましたけど、ある意味ではこれは理想的な試合なんじゃないかな、楽しくて激しいというまあ、全然悔しそううん、今度ぜひ60分で見てみたいですね、はい、機会があったら楽しくやって絶対勝とうと思ったんですけど、はい、自分にまだ激しさが足りなかったから負けちゃったかなみたいな。そうですか、自分では何ての出来だと思ってますか。吉田とね、はい、ごめん話逸れちゃって、吉田と打ち合わせるのをすごい自分も楽しみにしてたんで、はい、もう本当自分のやりたいことを、ね、やってそれ最後は絶対勝とうと思ったんですけど、その一番最後の一番大切なところがダメだったから攻められすぎちゃって。そうですか、不安はですね、もう一回60分でもね見たいと思うんですけども60分6分で今度は決めてやりますよ。そうですか、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。井上は同期なんですけど、はい、戦っててもう全然パワーもなんか違うのを今日すごい痛感したんで、うん、はい、もっともっと力をつけなきゃいけないなって課題ができました。うん、ファンもですね、またこの対決見たいと思ってるんですけども、吉田選手も当然再戦。はい、次は勝ちます。はい、また頑張ってくださいね、はい、ありがとうございました。